どうも、柳妻ゴルフ TV プロゴルファーの柳妻です。おはようございます。ということで、今回はですね、宮崎でですね、トム・ワトソンで、ゴルフライフスクランブルツアーというアマチュアとプロがペアになって、スクランブル方式で、戦うっていう試合にですね、予選を勝ち抜いて、実は決勝でございます。で、たまたまですね、予選会にショータイムゴルフの翔太くんが、出てたので、はい、ちょっとこれは直接対決を決勝でして、お互いの YouTube で撮ってぜひ皆さんにご覧になっていただきたいということで、はい、今回2人で企画してですね、実現しましたね。ありがとうございます。よろしくお願いします。まずこれ僕の方から多分見慣れてない方が映ってるんですけど、ラキールっていう僕の所属ですねの社長の久保勉さんです。よろしくお願いします。そうです。はじめまして、よろしくお願いします。はい、映って大丈夫ですか？ギリセーフです。じゃあバンバン映らせてもらいます。で、翔太くんのチームは大物助っ人、やばすぎる、マイファーストストーリーのドラム、はい、キットです。はい、どうも、イエーイ。お疲れ様です、キットです。ベストなんだっけ？ベストは69。えぐいっすね。しかも飛距離も飛距離はあんま言いたくないな。いや、すごい。練習場で見た感じ、ね、ちょっと、ね、俺最初プロの人かなと思って。プロとは変わりたいぐらい。ウェアはすごいよね、これ揃えてるんですね。そうなんです、わざわざこれ黒、ピンクの色違い、マークアンドローのですね、南青山店に行って、コードですね、全身コードで決めてきました。これは今年の、そうです、春夏ですね。パンツも、シューズは別なんですけど。いいな、揃えてくるって言ってたのに。これは全責任が彼にあります。ひどいよね。なんか色味は似てるけど、はい、なんとなく色味だけ、色味全て色味だけだって。ルールはティーショットからペアで一人ずつ打って、で毎回いい方のボールをチョイスして、セカンドもそうですね、パターもそうで、同じところからおのおの打っていくっていう、スクランブル。わかります？わからない人はなんか 見ながらなんとなく平気でボール触るんで、ちょっと普通のゴルフとは違うんで、あとティーショット7回、あ、1人ね、最低7回、ね、だから全部プロの球にならないように最低だから77は取らなきゃいけないっていう。でもね、今日の予想、僕ね、この2人そんなティーショットまっすぐ打つタイプじゃないからてか、初めてもあるけど初見でバレてる、やっぱり。だから多分ね、このコース向いてない気がするんですよね、ショータイムは。多分うちの方がやられてるわ、一旦今のところ空気押されてる。ということで、今日ガチなんで、はい、ぜひ皆さん、もれなく18ホールですね、柳妻ゴルフ TV と、はい、ショータイムゴルフで18ホール初めてですね。ガチで最後まで。でしかもこのコースは本当狭いんで、僕の知る限り、日本一狭いんじゃないかなっていうぐらい狭いんで、チーム戦とはいえですね、チームダボトリが平気で起こるんで、ちょっと最後まで諦めずに、ちょっとガチ勝負。予選はね、ちなみに同じ会場で、うちがね、1打差で負けたんですよ。10アンダー、9アンダー。そうそうそう。で、今日はもう本当に、全体もあるんですけど、とりあえずもう目の前でこの勝負をして勝ちたいなというところで頑張ります。お願いします。お願いします。狭っ。 OK、 よいしょ。うまっ。いやー、これね、多分左、あれ、うん、どうなんだろう。耐えたかも。ギリラフぐらいじゃない、大丈夫。ここあれで林入ってたら泣いちゃう。ロキソニン効いてるっす。筋肉痛で痛め止め飲んでるっていう。OK、 右やな。あれで翔太ね、何にもできないよ。マジっすか。右やな。運が良ければ横に出せるレベルだ。きっといるんで。いきなり楽しませるやんけ。いや、どうだ翔太。やばい激ダフにしてんけど。もう僕打たなくていいんじゃないの。いや体力温存で。だって久保さん激震食ったらアイアンでいけるから。僕、あ、そういうこと。じゃあこれ振っていいの。今振って、フェアウェイにいてください。了解。枠に。それは僕に言わないで。じゃあよろしくお願いします。お願いします。
そう。僕ので行きましょう。よっしゃ。ちょっと今力んじゃったな。もう飛ばそうとして、ああいいとこ見せようとしてましたね。したよ、完全に。したした。大ピンチじゃないですか。いや俺はね、あんまピンチだと思ってない。やばい、ワンチャンフェアウェイあるかなと思ってんだけど俺。お、マジ、うん、ラフかフェアウェイかなって思ってんだけど。毎週の可能性もあるから、あんまそういうこと言わない方がいいんじゃない。だからもうそうやって思っていくしかないよ。いや、パー5でしょこれ。パー5大丈夫よ。大丈夫大丈夫。最低バーディーでしょ。うん、今日の目標は50台。 OK、 うん、高く行こう目標は。そうだ、あった、あそこに1個あるね。右に1個。俺のがないね。あそこにもある。あった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 。何がフェアウェイやん。おい、フェアウェイやってんけどな。あ、これ俺だ。どっちがいい。いや、変わんねー。出しやすいのはどう。出せる。マジきつい。きつい。マジきつい。こっちもきついわ。じゃあこっちでいく。うん。あ、これ大変だ。お、抜いた。止まって、止まれ止まれ。オッケー、ナイス。お、ナイス。いったいった。じゃあ俺ワンチャンあっち狙ってみる。いいよ、上で行く。そうだね。いや、まあまあ多分無理だろうけど、まあまあまあ、ワンチャン行ってみる。わ、狙ってる。マジ。オッケー、ナイスだね、ナイスだね。うちはね、236ヤードちょいアゲンスト。うん、ナイス。ナイスです。バンカー。あー、あれバンカーか。あ、完璧。ナイスショー。うまっ。つけ、えぐっ。えぐっ。ナイスショー。ちょ、でかいか。えぐっ。ちょっとでかいかな。こぼれちゃったかな。十分よかった、耐えたまに取れる、うん、頑張ろう。よしよし、耐えた。ナイス。でかい、ここに来れたのは。157ヤード。これ上げ？上げてんな。さあここ勝負だね。長谷川さんやってんな、うめえな今の。ツーオンしてきたよ。油断したわ。俺らここで耐えよう。うん。じゃあ8番で157。オッケー。おっと？ピンは筋ってるよ。でかいかな。ああ、出ちゃう。でかい。ごめん、でかいわ。あかん。ソーリー。トップ目に入っちゃった。8番でかいかな。8はでかいと思う。マジ。うん、9でいいと思う。上げてない。9でいい気がするな。9番。うん、いい感じ。カモン。あ、いい感じ。本当だ。俺のボールの手前ぐらいかな。うん、オッケー。ナイスー。ナイスー。パーは取れそう。あ、余裕。いやでもこれマジ、ま、出るな、ボギー。全然やばいね。難しいわ。ヒート君ピンキャリーぐらい。ピンキャリーで。そうですね、バーリートップしたっす。まだ遠いんだ。ごゆっくり。後方線上に立ってんだよねこれ。そうそうそう。結構曲がると思うんだよな。いい感じ。うまい。おー、ナイス。おー、出す。ナイスナイスナイス。ちょっとお先ダメやで。うん。大丈夫、持ってる。お、来た。ワンチャンワンチャン。おー、惜しい。惜しい。ナイストライ。お先です。どうぞ。お願いします。だいたいフックはフックなんだな。2カップぐらいですかね。うん、ナイス。あー、パーか。耐えた耐えた。ドンピシャな気がするなこれ。あとはじゃあタッチだ。あ、やべ、ダフっちゃった。いや、どうしたんですか、珍しい。撮影が入ってるからかな、カメラ慣れが。いや、めっちゃありますそれ。お、突っ込め。こ、よし。一人イーグルじゃん。えぐ、コンサートイーグルだ。えぐい、ナイスです。ナイス。素晴らしい。これ昨日ファイブオーバー打ったって嘘つかれてる。やばい。やべやべ、余裕かかしてるわ俺らで。ナイスです。うわ、いいの取れたね、いきなり。
このホールはほぼ僕使わないでね。久保さんやめてくださいよ、また予選みたいにティーショットの最後プレッシャーかかってくるの。あ、そうだね、予選の時大変だった。最終ホール僕のティーショットどうしてもマストで、あー回数の関係で、うん、ギリフェアウェイ。だけど僕 自力で2オンしたもんね、ロング。はい、はい、そうです、すごかったっすよね。さっきあの、うん、セカンド何番で打たれたんですか。セカンド3番ユーティリティ。わー完璧でした、ラインが完璧でした。えぐかったっすね。もう打った瞬間完璧って言って、うん、おっしゃってましたね。このコースはやっぱりいかにこうターゲットに飛ばすかだから、ちょっと僕ら向いてないか向いてないなと思って。そんなゴルフやってないもんな。おー、いいんじゃないこれも。うまつけ、よし。あー、弱い。弱いのか。あ、乗ってねえや、カラーだ。全然弱いです。ちょっと上げてんのかな。上げてる。若干ね。若干。じゃあここは僕が頑張ろう。お、いいぞ。いいぞ。おー、いい。来た。カモン。あ、ナイス。ナイス。ついた。あらす。うわ、翔太君近いね。マジっすか。いや、ほんと近い。来た。2メーターぐらい。2メーターぐらい。うん、147、9番アイアンで行きます。翔太君 8?8 です。あ、ちょっと引っ掛けたか。あ、やっぱ上げてるな、これ惜しい。どうした、うっすら上げね、うっすら。120上げてどのぐらい見たらいいの。いや、もう5ヤード我慢。お、ナイスオン。ナイスオン。ナイスオンです。お、すごい。ちょっと大きめだけどナイス。採用。お、いい感じ、いい感じ。よっしゃ。採用度合いもいい感じ。採用されたい子。やっぱりうちのチームは何とかしてきて。うん。本番は。本番は。嫌だ。久保さん意外と横だ。真横だ。真横だね。うん。いいね。あれはあるわ。もうちょっと。ナイスショー。うん。完璧完璧。貢献しとかないと。完璧完璧。今度はダフらないぞ。これはちょっと下り、うん、下りすら。これ結構曲がるっすよ多分、うん、僕パー確定させるから。そんなことおっしゃらずに。へえ。一番曲がる場所この辺じゃないですか、最長、うん、そんな曲がるのこれ多分。そこまで切れないと思うよ。いや、打ち出しは俺やっぱこの葉っぱは絶対あると思うんですよね、これ。マジですか。うん、俺はそれだと右に外れちゃう気がするけど。中側。あれ中は大丈夫ですか。よろしくないですか。もう、まあまあ、じゃあ一回自分を信じましょう。いや、これちょっと右向きすぎだね。そうですよね、うん、あ、これいい。左縁から入りそう。コロッと。ああ、ちょっと押し出したっすよ、ね、やば、強かったですよね。早いっすしね。いやちょっと今でも打ち出しちょっと右行きませんでした。うん、ちょっと開いた。そうですよね、うん、あ、来た。もう上がれ。うわぁ、惜しい。いやぁ、ちょっと俺打とうか。惜しい。いや、俺決めるわ。ちょっとお前外したら俺プレッシャーかかる。惜しい。いや、東京ドームやってるから大丈夫。お前東京ドームやってるやつは一ホール目ダフってんのよ。お前が右バーン打つから。うわ、めっちゃ切れるっすやっぱりね。やっぱ見た目以上に切れるわ。やっぱプロの目正しいね。きた、ナイス。おー、ナイス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 。よし、噛み合ってる。よし、噛み合ってる。これこれこれ、噛み合ってる。俺らチームワークでやっていくしかねえんだから。うわ、やべえ、めっちゃ曲がる。そこはドンバヤシです。あれ、はい、頼んだわ。オッケー、任せろ。ちょ、やばいわ、
あそこ意外に打てたような気がするんだけど、ね、いやもうねここはもう全部こうなってるから、そうね、全部馬のせい、枠いかないところは全部ラフいっちゃいます、うん、あーやばい、ちょっと耐えろ、うん、ギリギリだね、ハガンは今日ドライバーやばい、昨日の練習場、多分、ね、視界にやられてる、視界にこの枠にすんごい狭く感じちゃう、狭いよね、もうさ、フェアウェイ外れると全部こう、そうそう、林まで行っちゃうから、はい、おー、ナイスショー、ナイスナイスショー、耐えろ、耐えろ、もっと曲がれ、よし、おー、完璧、民牌、えぐい、よし、これで2回目だぞ、おい、やっぱほんまに強い、あ、俺のがあの林のやつですね、これ久保さんでしょ、久保さん、これ久保さん、あれ僕、あー俺ここやわ、あった、うん、翔太の球見に行こう、うん、あ、あった、もうやっぱりちょっとでも曲がったらなんとかならないね、全く、翔太後ろになる、あーこれ俺のボールの方がいいかも、なんか上げっぽいっすね、そうでしょ、急に、あ、やばこれやばい、大丈夫っす、お願いします、はい、フック、あーちょい右、もうちょい曲がれ、あーちょっとでかい、いやちょうどいいぐらい、うん、距離はいいと思います、6番で打ちます、ちょっといいところに出してもらって、うん、俺狙いたいわ、手前まあまあ、まあ、出た出た、ナイスーナイスー、よし130ぐらいだね、うん、9番、はい、おほう、あ、惜しい、最後当たった、本当だ、あでもナイスーナイスーナイス、うまい、バイト、うわ早っ、あ早いな、左傾斜してるんですよ、うまい、スピン、おー入った、あー溶けた、うん、行く、ナイスです、うん、あ早っ、これまたほんと朝一上げ上げ上げできてるんですよ、すごくないですか、すごいね、下りスライス、了解、ワンカップ半、 OK、 タッチ優先で、ショートしてもいいからタッチ優先でいきましょう、そうだね、ちょうど足一足分オーバーするイメージで、届け、じゃあ惜しい、ナイスタッチ、ナイスタッチです、完璧、やっぱ1個半ぐらい曲がりました今、うん、来た、よし、あー、うわ、切れた、めっちゃ切れるんや、嘘だ今の、本当にあんな切れ方すんだな、いや今ど真ん中かと思った、完璧だと思った、どっちか取りたかったね、スライスラインだからね、いやでも僕でも今の、まあ、ショートも今のパットもほぼ完璧ですけど、そうだよな、まあでもいい感じですよ今日ね、うん、え、まっすぐやな、これまっすぐなんや、フック入らなかったよね、うん、入んなかった今、なんやったらちょっと若干スライスしたよな、してた、うわ、まっすぐやわ、つもり、うわ、ボギーか、はい、はい、いやーでも今の最後すさまじく切れました、僕も完璧に入ったと思ったっすもん、うん、最後の切れ方がこれぐらい手前からだな、ちょっと異常でしたね、異常だよね、うん、だってちょっと 1m 手前ぐらいまで、あーこれもちょっと左かなと思って、さあクーッと右曲がってきたら、あー完璧だと思ったら、そう最後がググググって曲がっちゃった、うん、そうだよね、今回の動画見ていただきましてありがとうございました、どん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 コメント欄にですね、やってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますので、よろしくお願いします、チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。